but it feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you. どうも、みぞんこクラブの溝口です。本日の動画は突然ですが、着弾シリーズ第6弾になります。はい、これを送ってくれたのはこの人です。そうです。うちのメンバーのチャトラさんです。でね、中身はね、なんかつまみを送りますとか言って、何かわからないけどつまみを送りますとだけ言われてあります。言われてます。はい、それじゃね、開けてみましょうか。よいしょ。よいしょと。はい、真ん中もテープの端をね、こうやって折ってくれてるからね、非常にね、剥きやすい。はい、それでは早速オープンザ段ボール。ピン、チャンチャン、なんかいっぱい入ってるぞ。新聞、まず新聞。出た、さすが。つまみと言ってるだけあって、サキイカが入ってました。サキイカ、おっと、すげえな。これ焼きアナゴって、これ初めて。あ、辛そうでうまそう。辛そうでうまそう。辛いの好きだから。はい、柔らか焼きアナゴ入ってました。で、これはチェダーチーズ柿の種。これは初めて見たな。うん、これ初めてだな。いろいろあるんだよね。はい、それで、確かにつまみになるね。チキン味、ベビースターラーメン入ってました。いけるな、これ。で、これはね、やっぱりね、定番のビールのつまみといえば、ビーフジャーキーだね。うん、ビーフステーキジャーキー。はい、入ってました。それで、ちょっと待って、それでこれを下ろそう。はい、これがつまみチーム。つまみチームがこんだけ入ってました。入りきれないか、こっちかな。こんな感じかな。はい、それで次、ちょっとね、容量オーバーで、止まっちゃいました。はい、それじゃあ続けます。はい、つまみですね。これは、これなんだ、恐怖のサキイカ究極キャロライン。あ、辛いのか、これ。ちょっと食ってみようかな。どっからだ、ちょっと待ってね、行くとこが分かんない。サプルか、これ相当辛いんじゃねえかな。抜けねえな。よいしょ、抜けた。はい、うん、キャロライナリーパー、うん、ギネス認定の激辛唐辛子って書いてある。これ、うん、相当辛いんじゃない。ちょっと食べてみましょう。あれ、どれだ。あ、これか。こんだけ赤くないぞ。これで辛いの、これ。うん、うまい。うん、辛い。うん、辛いけどうめえな、これ。うん、でも食っちゃう。うん、大丈夫。うまい、うまい。うん、かなりね、ピリピリくるね。うん、これはね、酒が進む。うん、
あ、これね、辛い人が苦手なのはダメかもしれない。苦手な人はダメかもしれない。後からね、舌が痛くなってくる。ちょうどね、今ね、撮影しながらコーラ飲んでたから、ちょうどいいね。うん、でも、これうまいわ。はい、なんだっけ、恐怖のサッキイカ、サッキイカいただきました。それで次が、越後ビールピルスナー来ました。東京ブラック来ました。ラッキードッグ来ました。全部ビールかな、これビールだね。これはラッキーキャットです。犬と猫。これがフライング、なんていうものこれ、イパ、アイパ、ん、越後ビール、なんていうものこれ、あ、フライング IPA だって。ドラゴン、これがにっこりほっこりブラウンエールです。はい、これがビールが6種入ってました。はい、チャトラさんありがとうございます。ほんとつまみとビール、ほんとね、ナイスな、組み合わせです。多分もう年内はこれが最後の着弾になると思うので、次からはお約束通り、あ、その前にいよいよ、ミゾンコクラブグランプリの発表がこの明日予定してますので、クラブのメンバーの皆さんで、冷やかし半分で見てくれる、ツイッターの、面々、ぜひ視聴よろしくお願いします。一体誰になるんでしょうか。本日の動画は以上です。シャドルさん着弾ありがとう。バイ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 。あ、結構辛いな、舌が痛いわこれ。でもうまい。